で、この木原誠さんというのは、現在内閣官房副長官なんですが、本人曰く岸田を動かしてる、岸田総理を動かしてるのは俺だと。岸田俺のこと聞くんだというような、まあ、この国の今、実質の実権を持っているということをご自身が言っているような人でですね、三木谷さんの会社からたくさんスポンサー料をもらっているうちのテレビ局では、うちの新聞社では、三木谷さんと仲のいい木原さんの悪口は書けない、言えないっていうことを僕自身が聞いているわけですね。これ繋がりましたよね。NHK と大金持ちの三木谷さんと、そして政治的に力がある木原さん。だからこの木原さんがいくら悪いことをしても、テレビ局が木原さんの不正を報道しないから皆さん気づかないわけです。そこにガーシーが現れたわけです。令和4年2022年の日本時間14時43分ですね、現地ドバイにおりまして5時43分ですね。なぜガーシーが国会議員になってですね、週刊誌みたいなことをしているのかについてちょっとお話をしていきたいと思います。まず私がガーシーを公認した一番の理由っていうのは、この国の政治、腐った政治家をですね、取り除いてほしいと思ってるわけです。腐った政治家です。悪いことをしてる政治家ですね。で、まさに今ですね、幻冬舎の社長の健丈徹さんがですね、ちょっと最近、木原誠二さんというですね、内閣官房副長官のことについてですね、まあ、具体的な事案は入れてないんですが、相当まあ悪口ディスっておりまして、まあ、ガーシーと同じ考えであるというようなことを話しています。で、この木原誠二さんというのは現在内閣官房副長官なんですが、本人曰く岸田を動かしてる、岸田総理を動かしてるのは俺だと、岸田俺の言うこと聞くんだというような、まあ、この国の今実質の実権を持っているということをご自身が言っているような人でですね、現にまあ内閣官房副長官というのはそれなりの力があります。変に大臣とかでも強いんですね。総理大臣に直接ものが言える人なので、で、この人のまあ不祥事ですね、国民の皆さんに知られたくない情報がガーシーところに集まっていて、ガーシーがそれを出そうと、 YouTube で出そうとしているところにですね、今ストップが入ってるんですね。で、なぜストップが入ってるかっていうと、これは木原誠二さんと非常に仲のいいですね、楽天の三木谷さんですね、この二人が仲いいわけですよ。で、この楽天の三木谷さんと木原誠二さんがですね、仲がいいから、楽天の三木谷さんというのは大金持ちなわけですね。で、この楽天の大金持ちの楽天というのはどういう影響があるかっていうと、まさに週刊誌や新聞社、テレビ局、スポーツ新聞でもスポーツ誌とかね、こういったところにお金を撒いちゃうわけですよ。週刊誌やテレビ、ラジオ、新聞、すべてこれは株式会社であって、お金儲けのためにやっているメディアなんですね。だから、お金をくれる三木谷さんの悪口や、三木谷さんが木原官房副長官の悪口言わないでって言えば、これね、言わなくても暗雲の呼吸でですね、うわ、三木谷さんから日頃たくさんお金もらっているから、三木谷さんのお友達を批判するのはやめようってなってるわけですよ。で、これは私自身が今政党の代表党首をしておりますので、まあ複数のメディア関係者とお話をする機会があります。で、これは書けない、または報道できないって言ってくるんですね。これだからある意味、その新聞社の記者の方やテレビ局の記者の方も僕に正直に言ってくれてるんですよ。それは一個人として、記者としては書きたい。でも三木谷さんの会社からたくさんスポンサー料をもらっているうちのテレビ局では、うちの新聞社では、三木谷さんと仲のいい木原さんの悪口は書けない、言えないっていうことを僕自身が聞いてるわけですね。で、ここをですね、本来はNHK がですね、報道することが重要になってくるわけです。NHK というのはコマーシャルがないですよね、皆さん。よく NHK もコマーシャルつけりゃいいじゃんって言われてるんですけども、コマーシャルを取ってしまうと、NHK にも三木谷さんのいわゆる楽天のお金が入り込んでしまって、NHK がそういった大企業のお金持ちの悪さ、不正を報道できなくなるから、NHK にはコマーシャルをつけちゃいけませんって法律があるわけです。これ繋がりましたよね。NHK と大金持ちの三木谷さんと、そして政治的に力がある木原さん。だからこの木原さんがいくら悪いことをしても、
テレビ局がキアラさんの不正を報道しないから皆さん気づかないわけです。でそこにガーシーが現れたわけです。だからガーシーはまさに三木谷さんからお金をもらってるわけでもないし、今国会議員ですから、それにこの木原さんのことについて悪口が言える立場だと。でもそれを三木谷さんが YouTube をですね、たくさん YouTube にも Google 社にも広告代スポ、CM 料金というか払っているので、おそらく三木谷さんの力で重箱の隅をつつかれるようにガーシーのチャンネルが、まあ、凍結されて、でガーシーとコラボした人もいろいろな理由をつけられて、動画を削除されてるっていう状況なんですね。だからよくね、ガーシーのやってることが、週刊誌と同じじゃないかとか、なぜ政治家になったんだっていうことが分かっていない方はゆっくり考えてみてください。あなたが受け取ってる情報は偏ってるんですよ。この国の週刊文春を含めた多くのメディア、もちろん日本テレビやフジテレビなんかも含めてですね、バイアスがかかってるんですよ。いわゆるお金の力で報道するものと報道しないものが明確に分かれるんです。報道しちゃいけないことを報道しないんです。だから皆さんのところ届かないんですね。で、まあそんな中ですね、内閣改造ということで、日本時間の8月の10日、まあ10日発表なんですが、実質上は9日ぐらいにはもう実際は決まると思いますが、岸田総理が内閣発表をですね、言い出しました。さあ、どうなるんでしょうかね。木原誠二さん、副官房長官がそのまま内閣に残るのか。そして、中曽根さんというですね、中曽根、40歳のちょっともう、中曽根総理のお孫さんですね。元総理のお孫さん、元大臣の息子さんの中曽根さんのですね、スキャンダルも、ガーシーは発表すると言っていますけども、この人も一応内閣のですね、政務官ということで内閣に入っています。ちなみに、この国は議員内閣制といってですね、皆さんが選挙で選んだ国会議員の中から、まあ、国会議員だけじゃないですけど、主に国会議員の中からこの立法府という国会からですね、行政をする内閣、もちろん内閣府だけじゃなくていろんな厚生労働省や防衛省に国会議員の中から大臣とか副大臣とか政務官というのを任命するんですね。原則はこのように政治家の中にも国会で仕事をする人と一方でその行政側に立って仕事をする人がいるんですが、そういう行政側に誰を入れてくるのか、国会から誰を引っ張ってくるのかっていうのはまさに岸田さんが決めてる、岸田総理が決めてるわけですが、ここにですね、再び木原さんをですね、内閣官房副長官として残すのか、こういったところが今回ポイントになってくるということです。まあ、クソ真面目なこと言っても面白くないと思うんですが、ね、ガーシーのいいところは、ここに芸能の暴露を引っ付けちゃうわけですよね。で、そこで国民の注目を集めながら、お金持ちの悪口や、悪口とか不正をですね、お金持ちの不正や政治家の不正を織り交ぜていくことに意味があるわけなんですね。NHK の番組が政治だけじゃなくてドラマとか歌番組をやっているのもそうで、総合的な暴露をしないとですね、国民は見てもらえないということで、そういったことも含め、芸能の暴露もしているということです。で、まあこういった僕の説明、理解できる人は理解できるでしょう、できるんでしょうけど、もう理解できない人はもうしばらくは無理だと思いますので、あとはゆっくり見といてください。で、今批判いっぱい来てます。ガーシーが国会に行かないことについてね、もうこうしか見えてない人がいっぱいいるんですよ。でもそういう人たちはもうとりあえず無視します。ね、国会に出てこいとか、国会には国会で仕事をするのが、出席するのが仕事だとか言ってる人は、もうまさにサラリーマンと一緒ですよね。サラリーマンはそうですよ。タイムカードをピッて、ね、今だったらタイムカードを押すんですかね。ピッてこすって、出勤退勤で時間で仕事するわけでしょう。それは、サラリーマンです。国会議員っていうのは、これは報酬ですから、お給料じゃなくて、どういうことをするのか、してきたのか、真面目にやってたからって次国会議員として当選するわけないわけです。当選するとは限らないんですよ。真面目にやることが仕事じゃなくて、国民のために、国家のために成果を出すのが国会議員の仕事であって、国会に行けばいいとかいうレベルの話ではそもそもないんですね。一旦終わります。NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。
未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないじゃないの、お客にさ多分ないんだ、女性の方もっと1810よ、お客のアウトもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く、 NHK をテッカー。